身を我らが神に差し出せ。我らが神の黒き変革のために。そうすれば苦痛からも解放される。ふざけないでよ。反逆は苦痛しか生まない。大丈夫か。そろそろ着くけど、あんな村何もない退屈なところだぞ。何もなくても私は行かなくちゃいけない、あの村に。我を通りて嘆きの町、我を通りて永遠の罰、我を通れば罪多き地獄の民の集う町。何も我より先になく、何も我より後になく、一切の希望を捨てよ、我が門を過ぎる者。大丈夫？
本当に大丈夫？降伏前の苦痛だから。妊娠してるの？まだ目立たないけどね。でも心配しなくて大丈夫よ。私たちには大いなる門の守護神のご加護があるから。大いなる門？昔この空に光り輝く門が現れたんですって。そしてその門に導かれるように使いの方々がこの村にやってきたそうなの。この土地の言い伝えか何か？それ以来シスターたちは私たちに守護神様の意志を伝えてくださるの。守護神様がこの村に降臨されて以来、流行り病がこの辺りを襲った時もこの村だけは無事だったの。だから村の名前も大いなる門にあやかって大門村にしたっていう話を聞いたことがあるわ。もうすぐね、静香さん。はい、ありがとうございます。